これを使いましょう。グレイスさん。無理だよ、シンドリが壊れてるって。シンドリ？丘の麓にいるドワーフだ。着いた時直してたんだ。私は誰も見なかったわ。直し終わったのかも。ドワーフはとても物知りだから。出会った二人は尺に触るがな。そうね。湖の中心にテュールの神殿が。そこからならアルフヘイムへ行けるでしょう。どうやら水も引いたみたいだし。なぜ大蛇は湖に？誰も知らない。ある日突然現れたの。そしてすぐさまトールが襲い、世界を揺り動かすほどの戦いを繰り広げたわ。けれど結局勝負はつかず、トールは手ぶらでオーディンの元に戻った。蛇はとてつもない大きさに成長し、今ではミズガルズ全域を包むほど。ほら、言ったでしょ。以来彼らは互いを憎み、来たるラグナロクで殺し合う運命に。ラグナロクを信じてるの？そうならないよう願ってる。実はヨルムンガンドと話したんだ。本当に？話してはない。僕は大抵の言葉を理解できるんだけど、あの言葉はちっともわからなかった。わかる人などいない。忘れ去られた言葉よ。それ、寂しそう。気をつけて。この先よ。本当に？前にここを通った時、道はなかったよ。ほらね。あら、そうだった？いいもの見せてあげる。見ててね。リオスタ。お、橋だ。エルフの技術よ。アルフヘイムの光が宿るこの鶴でエルフの魔法を呼び起こすことができるの。待って、パッと消えたりしないよね。光が輝いている間はね。こっちよ。いいなそれ。あの根っこ、どんな魔法なの？バンシン族。バナヘイムの？知ってるの？少しだけ。バン神族はいつもアース神族と争ってるって母上から聞いた。オーディンたちと比べたらいい神様だよね。いい神など存在しない、そう教えたはずだ。テュールの神殿、巨人の技術で作られた。偉大なテュールはここから9つの国に渡って平和を築いたの。平和じゃないと思うけど、どこ行っても襲われるもん。死んだ奴らとかに。生ける死者たちはますます増えている。かつては多くの人が街道を行き交っていたけど、今は一っ子一人通らない。残ったのはこんな世界でも生きていけるならず者だけ。階段を降りたら右へ進んで。あ、光の結晶がある。光を復活させるから待っていて。やった。これから何をするの？神殿の補修よ。まずはその軸を持ち上げて。それを元の位置に押し戻すの。車輪を溝に乗せて。いいわ。じゃあ橋を溝に沿って押してみて。すごい、橋全体が回転してるよ。どういう仕組みになってるんだ？本当に力持ちだね。橋が最初の位置に戻るまでそのまま押し続けるのよ。もう疲れた？父上は強いから。死んでた奴らだけど、ヘルウォーカーって呼ばれてるの。
どんな奴ら？あれは最後の審判を拒まれた哀れな死者の慣れの果て。なんで？魔法で蘇生できないの？かつてはできたわ。でもあれは魔法ではないの。死者の亡霊がはびこるのは世界の調和が乱れている証拠。何かがまたは誰かが強力な力で干渉しているの。それだけは確かよ。これでいいわ。戻ってきて。準備できた。すごかったね。腰を痛めてない？痛めてなどいない。この扉の先よ。巨人とエルフ、どっちがテュールの神殿を建てたの？多くの種族が建設に協力したわ。世界の平和が失われてしまう前の最後の共同作業なの。弓の剣が光ってない。力を使い切ってしまったの。弓の剣にかすかに残った光がもう消えてしまった。弓を貸して。アルフヘイムの光を手に入れたら力を剣に宿すの。忘れないで。一緒には来ないの？やってみるけど、私はミズガルズからは出られないようになってるから。なぜだ？神々に好かれてないのね。ここなの？暗いね。この神殿は150年間水の底で長い眠りについていた。ビフレストの光さえあれば神殿は目覚める。この根は魔法っぽくないね。違うわ。これは巨大な世界樹の根の一部。このおかげで世界をまたぐ旅ができる。これはどう使う？これを使うの。ビフレストよ。これで別の世界へ行ける。アルフヘイムの光を中に宿すことで使えるわ。ビフレストをそこへ。それで？少し待って。神殿がその長き眠りから目覚めている。別の世界に渡れる場所はただ一つ。神殿にあるこの部屋を置いて他にない。目の前にあるのが今私たちがいる神殿よ。湖の周囲には各世界の塔が立っている。全ての世界は同じ空間に位置しているの。鏡の世界のように、この門も外にある塔も九つの世界も全ては世界樹の枝の上で共存し結びついている。世界をつなぎ止めているのはビフレストの光だけ。この空間はその光を制御できるの。これが世界樹？これは世界樹をただ模したものよ。そう、ユグドラシルは遥かに大きな存在なの。この生命の木は世界の運命と共にある。私たちと同じようにね。世界樹は大地を育み、その枝葉から滴り落ちる雫は川となる。大枝の上で育まれるあらゆる生命を世界樹が支え、木にみなぎる活力が生命を織りなすの。誕生、成長、死、そして再生。あらゆる命の糸が紡がれ、時と世界を超えて世界樹へと帰るのよ。これがこの仕組み。でもきっと知りたいのはそういうことではないわね。そうだ。わかった。あなたが外で押した橋は今バナヘイムの方角へ向いているわ。だから台座を回して行きたい世界に合わすの。アルフヘイムへ。待って、外の大きな橋が動いてるの？
そうよ。台座で橋を回転させ、湖の外側にある各世界の塔へ向けてるの。あれ、ここには塔がないみたい。だからヨトゥンヘイムへ移動することはできないの。橋をつなぐための塔がなければ扉を開けないから。どの世界にも橋を解除するための旅のルーンがあるわ。これがアルフヘイムへのルーン。これでアルフヘイムへの橋がつながる。準備できた。ビフレストを忘れないで。なくしてはダメよ。これで世界の橋が架けられる。世界と世界がこれでつながるわ。あの結晶が見える？それぞれの国にはビフレストの力を増幅させる結晶が一つあるわ。それで国への橋を架けるの。だから別の国へはこの部屋からしか行けない。湖になかったもう一つの塔は？ヨトゥンヘイムの塔は100年以上前に全ての国から消えてしまったの。巨人がミズガルズから消えた時、どこにどうやって移動させたのかは今も謎のまま。来なさい。光が消えている。これで使い切ったようね。アルフヘイムの光で満たされるまで戻れない。閉じ込められたか。あなたなら簡単にミズガルズに戻ってこられるはずよ。それであの闇の息を打ち払える？アルフヘイムの光で満たされればね。アルフヘイムへようこそ。光の場所は分かる？視界が霞んでる。何かおかしい。あの光の柱がそうよ。光は円環の神殿の中心部にある。嘘。あ、もうしまった。まだダメよ。ビフレストを復活させるには光に入らないとダメだけど、気をつけて。光の中の中の中。待って、きっと無事だよね。おそらくな。行くぞ。ねえ、ここ見てよ。離れるなよ。何も触れるな。わかった。あれは？